ここは私立伊旦高校、県内でも有名な進学校である。今までずっと普通だった僕がこの学校に入れるなんて。挨拶は大事。おはよう。何だったんだ、コミさん。僕の高校生活は、へい。隣の席だった。嬉しいんだけどさ、学校一の美人の隣の席なのは。でもなんか殺意を感じるんですけど。あいつが消えたら次は俺が隣の席。次。ただの人です。1年間よろしくお願いします。特技は空気を読むことです。空気読めねえ。ただのくんは早くも自分の高校生活が終わりを告げたことを悟った。あ、消しゴム落とした。何この人。ただのくんは見なかったことにした。なんで私。人の声。前に出てなぜなくなっちゃった。あ、しまっ、次体育館。何も聞いてない。とにかくもうしないと。この3点もしかして人と話すのが苦手なんですか。このさん本当に苦手なんですね。どうにかして会話する方法はないかな。もしかして黒板に書いて筆談とかな。今までのリアクションでなんとなく、というか今まで誰も気づかなかったんですか。早くも話題がない。あ、次体育館だったよね。先に行ってるね。しかし逃げられない。これ使ってください。この人は普通の女の子な。止まりましたか、しゃっくり。人と話すのが苦手ってなんか語呂悪いな。コミュ…あ、目標はコミュ障のコミさんに友達を99人作ること。